警察官であるフレイジャーさんはその日大変な事件に巻き込まれてしまいました。そして命の危険を感じていました。このままここで殺されてしまうのかもしれない、そう感じていたのです。体中に怪我を負わされ、絶体絶命のピンチと思われたその時、遠くから相棒の声が聞こえました。それはフレイジャーさんにとって何よりも心強い救いの声だったのです。フレイジャーさんはこの日、警察犬のルーカスと共に勤務していました。いつものように一緒にパトカーで出かけていた彼ら、そしてフレイジャーさんは、ちょっと行ってくるよ、待っててとルーカスに声をかけ、一人で外に出て行ったのです。そのタイミングで事件が起きました。武装したギャングたちがフレイジャーさんに近づきます。そして彼を森の中へと引きずり込んだのです。たった一人のフレイジャーさんに容赦なく襲いかかるギャングたち。フレイジャーさんは全身に怪我を負わされてしまいます。それだけではなく、なんと銃を突きつけられてしまいました。森の中で辺りに人気は全くありません。もうダメかもしれない。フレイジャーさんは死を覚悟しました。その時ある声が聞こえてきました。それは聞き慣れた相棒の声。そう、パトカーで待っていたルーカスが異変に気づいて駆けつけてくれたのです。ルーカス。いつも一緒にいる相棒の声にフレイジャーさんの気力がよみがえります。ルーカスは果敢にギャングに向かっていきました。大きな声でギャングたちを威嚇し飛びかかります。ギャングたちはルーカスを殴ったり蹴ったりして抵抗します。ルーカスも怪我を負いますが、決してひるんだりしません。警察犬としての職務を分かっているのか、何度も何度もギャングたちに立ち向かうルーカス。そのあまりにも懸命で果敢な攻撃にギャングたちは恐れをなしたようです。結局彼らはその場から逃げ去っていきました。フレイジャーさんを窮地から救ったルーカスは、人体と歯の一部に怪我を負っていました。そんな状態でもルーカスはフレイジャーさんを救うために戦っていたのです。幸い命に別状はなく、体中に怪我を負わされたフレイジャーさんもそれは同じでした。どちらもその後の治療を乗り越え、また職務に戻ったのです。警察官と警察犬として、そしてまた相棒として一緒に働くことができるようになりました。誇り高き警察犬ルーカスはフレイジャーさんを守った栄誉を称えられ、ヒーロー・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。自分を救ってくれた相棒ルーカスについてフレイジャーさんは心から頼もしく思っています。彼らの絆はますます強くなり、フレイジャーさんは自分もルーカスを守るためなら命を懸けると決めました。この最強コンビならきっとこれからも地域の平和を守ってくれることでしょう。そしてその素晴らしい正義感で、お互いのことはもちろん、たくさんの人々の笑顔を守ってくれるに違いありません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。